グランプリファイナル3位、そして世界選手権銀メダリスト、ロシアのアリオナ・レオノワ。今回初めてフラメンコに挑戦します。アリオナ・レオノワ、海の詩人。トリプルトーループ、トリプルトーループ、トリプルルッツ。バックエントランスからチェンジフットコンビネーションスピン。ポジションの取り方もいいですね。そして豊かなその表情も先ほどからいいものを見せています。トリプルフリップ、上がってくる。トリプルサルコ、ダブルトーループ。ステップシークエンス。妖艶さとそして明るさ、力強さもよく出ていますね。本人もこの辺りは本当に見どころなのでぜひ楽しんでほしいと話していました。これをシークエンス。ジャンプ、トリプルリップ、ダブルトーループ。最後のジャンプです。シングルアクセル、ちょっとずれたかな。ちょっと今最後首を横に振りました。そうですね、最初から非常にスピードに乗って最後まで勢いで素晴らしい演技構成だと思ったんですけれども、やはりちょっと後半なかなかその
自分のまだタイミングをつかめきれてなかったのかなと。スピンもうまい、バランスが取れませんでしたね。チーム戦のやはりこうね、まあ、開幕戦の重圧もあるかもしれませんが、しかし演じ切りました。レオノワ